はい、こんにちは。今日はですね、こちらヒゲ脱毛施術2回目の効果はというのをね、お話ししてみたいと思います。今日ね、今動画を収録しているのがですね、2月の27日土曜日でございます。実はですね、先月1月の末からなんですけど、私ね、ヒゲ脱毛というのをね、始めました。でね、私がね、始めたね、ヒゲ脱毛というのは、まあ、後でね、ご紹介する光脱毛という方法なんですけど、これがね、2年ぐらいね、かかるというところで、うん、まだまだね、こう、まあ、脱毛までのね、道のりっていうのは長いんですが、まあ、実はね、先日、まあね、2回目施術をね、受けてきましたんで、まあ、その辺、2回受けてね、どれぐらい効果があったのかな、っていうね、ところをね、今日ね、お話ししてみたいと思います。まず最初になんですけど、まあ、私がね、うん、まあ、なんでね、その髭脱毛をしようかなと思ったらね、ちょっとその辺のいきさつからね、お話ししてみたいと思うんですが、まあ、もともとですね、うん、髭脱毛はね、もう今から1年ぐらい前からね、ちょっとね、興味は持っておりました。まあ、興味持った理由っていうのはですね、まあ、毎日ね、こうね、私サラリーマンなんでね、朝ね、会社に、出勤してるんですけど、朝ね、やっぱりね、こうね、毎朝ね、髭を剃るんですよね。むちゃくちゃね、私ね、髭を剃る、髭が濃いってわけではないんですが、とはいえ、まあ、毎日剃らないとですね、まあ、ちょっとね、なんていうんですかね、非常に、まあ、小汚いかなというふうにね、思われちゃうので、ね、髭をね、剃っておりました。でね、まあ、髭を剃る時間がね、この朝のね、この、まあ、5分とかっていう髭剃りの時間っていうのはね、もったいないんですよね、っていうのをね、思い、まあ、以前からね、思ってて、まあ、これね、この時間なんとかね、まあ、削ることはできないかな、という中で、まあ、たまたまね、YouTube のね、動画なんか見てると、まあね、髭脱毛なんていうね、まあ、そういったね、お話なんかをね、されてる方いらっしゃってですね、あ、これね、私もやってみたいな、と思ってたところだったんですよね。うん。ただね、私はね、住んでるね、場所はですね、まあ、ちょっと地方でございまして、まあ、近所にね、なかなかこう、脱毛サロンとかね、まあ、美容クリニックとかっていうのはね、ないので、まあ、なかなかね、行けないのかなと思ったんですが、まあ、先日ね、実は、Google マップでね、家の近所をね、まあ、なんとなくブラーっとこう見てた時にですね、まあ、自宅近所にですね、まあ、脱毛サロンがあるっていうのをね、知ってですね、これは行かねばと思ってですね、まあ、予備知識なしにですね、まあ、速攻で予約してね、行ったっていうのがね、まあ、髭脱毛をね、開始したきっかけでございました。そしてですね、まあ、髭脱毛、私ね、予備知識ね、なくね、行っちゃったんでね、実はね、後で気づいたんですが、さあね、髭脱毛というのは、まあ、大きく分けて2種類あるんですよ、というのがね、分かってきました。一つはですね、美容クリニックで受けるレーザー脱毛。そしてね、もう一つがですね、これ私が受けてる方なんですけど、まあ、美容サロンで受ける光脱毛ですね。まあ、大きく分けて髭脱毛ってね、こういう2種類があるそうでございます。まずね、この一つ目のね、美容クリニックで受けるレーザー脱毛なんですけど、これはね、例えば、まあ、有名なところで行くと、タカスクリニックとかですね、まあ、なんとかクリニックとかっていう、まあ、湘南美容理科とか、まあ、あの辺なんかもそうなのかな、わかんないですけど、まあ、いわゆるね、まあ、まあ、いわゆる美容クリニック、まあ、美容系のね、病院で受けるね、レーザー脱毛でございます。こちらですね、まあ、病院なんでね、医療行為になるんですが、まあ、医療行為な分ですね、まあ、強烈なそういう脱毛ができるよってところで、まあ、こういったところクリニックで、美容クリニックなんかではレーザー脱毛というレーザーを使うのが一般的だそうでございます。レーザーというのは、まあ、比較的短期間で、まあ、永久脱毛ができるということで、どうなんですかね、私もあんまり受けたことないんでわかんないんですけど、まあ、半年とか1年ぐらいで永久脱毛ができるのかなというところですね。はい。まあ、ただですね、やはりね、レーザーという、まあ、かなりね、まあ、力強いね、照射をする髭にね、しますんで、まあ、痛みはかなり伴うんじゃないかな、というふうにね、思いますね。はい。そしてですね、もう一つの方がですね、このね、美容サロンでの光脱毛でございます。美容サロン、まあ、美容クリニックはとは違ってですね、病院ではありませんので、まあ、いわゆるね、一般的な、こう、まあ、なんていうんですかね、まあ、本当にね、その、まあ、ちょっとしたサロンなんでね、まあ、できる行為っていうのは、まあ、美容クリニックと、比べるとかなり限定されているというところで、その実際の脱毛方法に関しても、まあ、美容クリニックの場合はレーザーというね、これレーダーになっているのは間違いですね。レーザーと比べるとですね、もっとね、かなり刺激の弱いですね、光脱毛ですね。光を使って、まあ、髭をね、照射しながら、まあ、徐々にこうね、髭のね、髭を薄く、そしてなんか細くしていくという形だそうでございます。まあ、気軽にできる反面ですね。まあ、デメリットとしてはですね、施術にですね、かなりね、時間を要します。私がね、通ってる、この脱毛サロンでもですね、まあ、
まあ、脱毛、永久的な脱毛ではないんですけど、ある程度効果が出てくるのでね、2年くらいかかるというふうにね、言われました。そしてですね、永久脱毛というのはね、レーザーとは違ってですね、できませんよというふうに言われています。まあ、ある程度ね、毛がね、薄くなることはあっても、完全な脱毛というのはできないですよというね、言われております。まあ、というところで、私の場合ね、こっちのね、美容サロンに通ってまして、まあ、2年をかけてのね、かなりね、長期スパンにはなるんですけど、まあ、とはいえ、まだね、2回目なんでね、まだ通って1ヶ月なんでね、まだまだ先は長いんですが、まあ、実はね、先日ね、2回目の施術を受けてですね、若干ね、もしかしてこの辺変わってきたのかなっていうところがあったんでね、その辺をね、ご紹介してみたいと思います。次にですね、施術2回目受けてね、効果どうなのかなというところですね、この辺をね、ご紹介するとですね、こちらね、写真もね、載せてるんですが、これね、脱毛ね、行く前の状態、そしてね、これがね、脱毛にね、行った時、施術2回目の時のヒゲの状態でございます。まあ見た目ね、これ、ほぼね、同じ時間帯に撮ってるんですけど、まあ見ていただくと、若干ね、こっちの方がね、ヒゲが薄いかなというふうに思うんですけど、まああんまり変わんないかな。まあ正直ね、個人的には、見た目に関してとか、ヒゲのね、その濃さとかっていうところに関しては、あんまり変わらないのかなというふうに思ってます。こう写真で撮ってみると、なんとなくこう薄くは見えるんですけど、実際あんまり変わってないかなというふうに、個人的には思っております。ただですね、一つだけね、変わったところは、このね、ガチで書いてるところなんですけど、まあ、ヒゲ剃り中の出血はなくなったりところで、まあ私ね、毎日ね、毎朝、先ほども言いました通り、まあ電動シェーバーを使ってですね、ヒゲを剃ってるんですけど、このね、脱毛サロンに通う前まではですね、もうヒゲ剃ってるとですね、もう毎日なんですけど、まあ、どこかの箇所から出血しておりました。もともとね、こう皮膚がね、弱い方なのでね、というのもあって、まあね、こうで、シェーバーでね、電動シェーバーで剃ってるとですね、ちょっといろんなとこがね、出血してたんですね。それがですね、脱毛でね、脱毛サロン通い出してからなんですけど、出血をすることがね、一度もなくなりました。はい。っていうのはね、もしかすると、これね、ヒゲがね、まあ見た目はあんまり変わらないんですけど、もしかしたらこう、ヒゲ自体がね、薄くなってるから、まあ、出血がね、なくなったのかな、というふうにはね、思ってるところですね。はい。まあ、こういったね、まあ、施術をね、どん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 受けていくと、今度はね、もっともっとこうね、毛がね、細くなってきたりとか、あとはね、まあ今ね、毎日ね、髭剃ってますけど、これがね、2日に1回とか3日に1回とかっていうね、割合にね、今後ね、なってくるんじゃないかなというふうにね、思ってるんですが、まあとはいえね、まだまだね、こう、道のりは長いかなと。どれくらいかな、まあ2年っていうふうに言われてるんで、まだね、通い始めて1ヶ月なんでね、まだまだ、道のりは長いんですが、まあ、定期的にね、こういうね、ヒゲ脱毛、私のね、こう、施術、まあ、例えば5回目とか10回目とか15回目、20回目とか、まあ、というところに関してはね、今後もね、ご紹介してみたいと思いますんで、まあ、もしね、興味ある方いらっしゃいましたらですね、定期的に、ね、私のこの YouTube チャンネルね、見ていただければな、というふうに思います。はい、じゃあ今日はですね、脱毛サロン、施術2回目の効果はどんな感じでしょうか、というね、お話をしてみました。今日のお話、面白かったな、興味あったなっていう風にね思っていただきましたら、ぜひ高評価、またですね、チャンネル登録、またの方ですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またですね、私ね、ブログの方でもですね、このね、ヒゲ脱毛をね、なんでね、始めたのかというところと、あとね、まあ、先ほど見ました通り、ほぼね、予備知識なしでですね、脱毛サロンにね、飛び込んだんですけど、実際ね、受けてみてですね、まあ、気づいたことっていうのをね、ブログにね、書いております。そのね、ブログの記事に関しては、この動画の概要欄の方にでもリンクを貼っておきますんで、もしね、興味ある方いらっしゃいましたらですね、そちらの方もチェックしてみていただければな、というふうに思います。はい、じゃあ今日はね、この辺でお話を終了いたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。お疲れ様です。